トミストマアカ、またはマレーガビアル赤アは東南アジアに生息する原政のマレーガビアルを含むワニメの系統群。化石種ではトヨタマヒメやマチカネンシスなどが含まれる。淡水域に生息するマレーガビアルと異なり、化石種は三角坑や沿岸部に生息し、また世界各地に分布していた。ワニメの間でのトミストマアカの分類は流動的である。 伝統的には、クロコダイル浄化に置かれていたが、分子系統解析では、インドガビアル浄化のインドガビアルと近縁であることが、示唆されている。カンティサカス・タラヤ・ピカスの頭骨トミストマーカは、北アフリカとヨーロッパで、古代三期死神魚に出現した。基地で最古のトミストマーカは、イングランドのケンティスクスであるが、さらに古いスペインの赤月、神聖の地層からもトミストマーカの可能性がある。 化石が産出している。他の初期のトミストマーカには、モロッコのマロッコスクス、ベルギーのドロスクスがいる。これら初期のトミストマーカは、赤月、新生のヨーロッパや、北アフリカの大部分を打っていた、テチス海に生息していた。これらの中には、沿岸体積物層から発見されているものもおり、沿岸部やエスチュアリーに生息していたことが示唆されている。トミストマーカは、 こうした生態のため、鉄カイを介して、ヨーロッパ北部や北アフリカへ分布を拡大することができた。シシンヨや先ンヨには、トミストマーカはアジア中に広がった。中期シンヨのフェルゴノサクスプレーヌスやドラシクス、ゾジズニカスはカザフスタンとキルギスタンから知られている。やがてシシンヨには中国や台湾に到達し、 マウミンガシクスパトローリカやペンガシクスパニが出現した。テミストマタンドには中期四神四のインドに生息した。この頃のインドア大陸はアジア大陸から孤立しており、海水が隔離障壁を構成していた。アジアとヨーロッパを隔てていたオビック海も生物の移動の妨げとなっていた。これらの地域間を移動できたトミストマアカは海水に耐性があったことが示唆されている。 トミストマーカは、全身魚、中心魚、先進魚にかけて、大西洋を渡って、北アメリカ大陸にも分布を拡大した。新熱帯区で基地の内最古のトミストマーカは、ジャマイカのキャリクトオスクスクーラリーである。C ークーラリーとベルギーの D ゾジズニカスは、近縁性が指摘されており、トミストマーカがヨーロッパからアメリカへの移動の際、ノルウェーとグリーンランド及び北。 アメリカを結ぶでギル陸教か、あるいはスコットランドアイスランドグリーンランド、北、アメリカを結ぶトゥーレ陸教を介したことが示唆されている。テッカチャンプサは全身よから先進よにかけて北アメリカ大陸の東岸に生息していた。トミストマーカは全身よにヨーロッパから姿を消したが、その末期には再び姿を現し、多様化を遂げて中期中心魚には ありふれた分類群となった。テミストマ・コプンシーは中期中心世のウガンダから知られている。北アフリカには後期中心世の種の化石証拠が乏しいため、中央アフリカからトミストマーカの化石記録が得られたことは珍しいことである。ランフォスクス・トミストマーカは前期中心世にアラビアがユーラシア大陸に衝突した際にアフリカからアジアに移動した可能性がある。 しかし、アジアの中心魚のトミストマーカは、東アジアに、すでに生息していたグループの子孫である、可能性もある。この時代に、トミストマーカはインドア大陸にも広がり、そのうちランフォスクスは、史上最大級のアニメの一つで、全長は8から11メートルと推定されている。高深魚には、トヨタマヒメやマチカネンシスが日本に生息していた。しかし、東南ジアでは、 マレーガビアルに先行するトミストマーカの化石証拠はほとんど発見されておらず、それゆえにマレーガビアルと化石種の詳細な類縁関係は明らかになっていない。分岐学的にはマレーガビアルとインドガビアルやキューバワニよりもそれに近縁なすべての種として定義される。したがってトミストマーカはステムグループであり、インドガビアルやクロコダイルよりも近縁な化石種も トミストマーカに含まれる。以下は、形態学に基づいて、トミストマーカの類縁関係を推定したクラドグラム。なお、この解析では、クロコダイル化内に位置づけられた。化石種の形態学的研究に基づき、マレーガビアルを含む、トミストマーカは長らく、インドガビアル浄化ではなく、クロコダイル浄化クロコダイル化に分類されていた。しかし、DNA シークエンシングを用いた研究では、 マレーガビアルが実際にはインドガビアル城かインドガビアル化に属することが判明した。2018年にリーとイエッツにより発表された携帯情報、分子情報、相乗に基づいた系統解析ではトミストマーカはインドガビアル化内のマワテ等群であることが示された。ありがとうございます。